持ってきちゃってもいいですよ全然。これ後期の 2.5 ですか？これ 2.5 です。 2.5 です。今年で4年目ですね。あ、そう。じゃあ結構もう持ってるんですね。はい、今距離どのぐらいだったんですか？今10万6千キロです、ね。まだまだ乗れますね。はい、これがスタッドレスなんですね。そうですね。で、ラジアルの方が純正のアスリートホイール。はい、あのデザインがやっぱ好きなんですか？好きですね。ね、人気ありますよね。ロードアームは何してるんですか？イデアルの車庫調で。乗り心地はどうですか？やっぱ硬いです。結構硬めですか？はい。あとはエンブレム取っちゃって。エンブレムそうですね。ね、スッキリ。はい。で、ゴールドエンブレム。トヨタマークだけですね。あとは、マフラーもノーマル。マフラーノーマルです。ノーマルですね。今後は何かあるんですか？やる予定はあるんですか？カスタム。今後春にはあれですね、ロイヤルのバンパーつけて、ああ、あと純正の、じゃあ全然変わりますね、雰囲気変わります、ね、ロイヤルだと、まあね、デザインが全然変わってきますもんね、はい、グリルはそのままで、グリルはロイヤル後期の、あ、まあ、やっぱ変えるんですね、はい、これはもしかして黒革ですか？ちょっといいですか？黒革です。おー、あれ状態いいっすね。距離の割には。なんかあれですか、ケアみたいなやってるんですか？革とか。そんなにはしない。そんなにしないですか？はい、綺麗ですね、距離の、本当に走行距離の割には。なんかあのゼロクラの弱点じゃないですけど。ダッシュボードとかの割れとかっていうのは今は結構あります？大丈夫ですか？目立つところはあんまないんですけど、ところどころ。ところどころ。でも全然ないですね、でかいのがね。このウッドがまた綺麗ですね。ブラックの。綺麗ですか？ね。このテーブルはどこの？どこかメーカー、あ、車外のやつを入れて、はい、そうですね、あとはノーマルですかね。あとそうですね、基本的にはね、まあローダウンが、じゃあこれからもこのテイストでね、はい、やると。バンパー変わる、リアはそのままで、バンパーはリアも変えるんですか？スパ系ね、あ、じゃあそのあたりが変わる感じですね、はい、
ー